ファロはトランプを使って行う賭博の一種である。ルールは極めて単純で、ルーレットに似た、純粋に偶然似た夜ギャンブルであるが、18世紀から19世紀にかけて欧米で流行した、カサノバの愛したゲームとして知られる。現在はブラックジャックやバカラなど、他のゲームに押されて廃れてしまっているが、ファロの出てくる文学作品は数多い。 ファラオはフランスで17世紀の終わりにベネツィアから伝わったバッセッタというゲームをもとに考案された。フランスではファラオンすなわちファラオという名前で呼ばれていた。当時のフランスのトランプのキングの一枚がファラオの姿をしていたためにこの名がついたと言われる。アメリカ合衆国には19世紀に伝わり名前は短縮されてファロに変化した。かつては カジノの主要なゲームの一つであった。ファロのレイアウト競技に参加する人数は何人でも良い。一人のバンカーと、それ以外の客によって遊ばれる。通常の52枚のトランプを使用する。それとは別に、かけるためのレイアウト用のカードとして、スペードの13枚を使用する。レイアウト用のカードは表向きにテーブルの上に並べられ、客はこの中の1枚にチップを置く。ファロでは、 カードのスートには意味がなく、ランクだけが問題になる。バンカーは52枚のカードをシャッフルし、客の1人がそれをカットする。バンカーはそのカードを裏向きの山札として自分の前に置く。まず、バンカーは山札の一番上のカードを自分の左に表向きに出す。このカードはそうだと言って、勝敗には無関係である。 バンカーは次の2枚のカードを表向きにする。1枚目は自分の右に、2枚目は自分の左に置く。この2枚を出す行為をターンという。バンカーが右に出したカードのランクにかけていた客は負けとなり、チップは没収される。左に出したカードのランクにかけていた客は勝ちとなり、掛け金と同額をバンカーから得る。それ以外にかけられていたチップはそこに置いたままになり、 客が賭けを取り下げない限り、次回のターンに使われる。右に出したカードと左に出したカードのランクが等しい場合は、スプリットといって、そのランクに賭けていたチップの半額が、バンカーのものになる。チップのやり取りが終わったら次のターンに入り、これを山札が尽きるまで繰り返す。一つのターンと次のターンの間に、新たな賭け金を置くことも可能である。 最後のターンの後余った1枚は使用しない。バンカーがそれまで何のカードを出したかは、ケースキープというアバカスのような道具に記録される。これによって残りのカードにどのランクが何枚含まれているかを知ることができる。残りが3枚だけになったら、その3枚がどの順序になっているかにかけることができる。正確な順序を当てた人には、掛け金の4倍が与えられる。 ただし3枚のうち2枚が同じランクである場合は与えられるのは2倍になる。チップの上に同かと呼ばれるトークンを置くと右と左の意味が逆になることを意味する。すなわち、バンカーの右に出たカードと一致するときに勝ち、左に出たカードと一致するときに負ける。実際には単一のカードにかけるだけでなく、ルーレットと同様に様々なかけ方がある。またカジノでは、 様々な専用の装置を使用することがあるが省略する。ファロやその前身のバッセッタでバンカーがどの程度有利かについては何人かの数学者が興味を示している。ダニエル・ベルヌーイのイグザー・スティシャンズ・クエイドム・マシマティッキーがファロの確率の問題を含んでいるほか、オイラーも論文を書いている。プーシキンのスペードの女王はファロの勝負が 作品全体の主要なテーマである。最初の夜には右に9が、左に3が出る。ヘルマンは3にかけていて勝つ。次の夜には右に J が、左に7が出る。ヘルマンは7にかけていて勝つ。3回目には右に9が、左に A が出る。ヘルマンは A にかけていて勝ったはずだったが、実際にかけていたのは9であったため、全財産を失う。 この作品に出てくるファロは、レイアウトに使うカードを全員が共有するのではなく、各人が1数と13枚のカードを持っていて、その中からかける1枚を裏向きに出すもので、アメリカと異なり、ヨーロッパではこの方法が主流だった。作品中のキーワードである、3から 7A という数字の並び自体がファロから来て、いるとも考えられる。賭けに当たった場合、儲けはかけ金と同額だが、 元手に儲けを加えて、さらにかけることができ、そこで再び当たったら儲けは、最初の掛け金の3倍になる。同じことをもう一度繰り返せば7倍になる。つまり当たるたびに、1から3から7と増えていく。ファロの出てくる文学は多いが、日本ではファロに馴染みが少ないため、単にカード賭博などと翻訳されていることが多い。ありがとうございます。